はい、皆さんこんにちは、ワンダリケルビジです。では今回は維新の嵐幕末志士伝の続きをやっていきたいと思います。何をすればいいのか未だによく分かっていないんですけども、まあ新選組をねこの先結成していくということを考えた場合は、武力、剣術、このあたりをね、上げておけば間違いないでしょうということからですね、まあ、主に市営館で剣術修行に励んでいます。でたまに出かけて誰かを探そうかなと、まあ、そういう進め方をしています。じゃあ今回は誰かを探しに行きましょうか。まだあまり出歩いてない場所がいいかなと思うので、まあ、とりあえず近くに誰かいるか、勝海舟がいるな、勝海舟にちょっと会えるとも思えないですけど、いるか探しましょう。何？路上で勝海舟を見つけたとか、普通ある？路上で勝海舟を見つけた。いきなり切りかかる。いや、これはちょっと見たいけど、見たいよね。勝海舟がここで死ぬっていう。まあ、殺せるのかどうかわからないですけど、まあ、面会を申し込みましょう。俺に何か用かい？いやー、とても気さくな人ですね。まあ、そしたら、情報を聞いてみましょう。何もない。語り合う。砂漠派の土方さんと語り合うことなんかない。その割にはよく入れてくれましたよね。もうお土産も特にないので、じゃあ面会を終了しましょう。説得する。もう幕府は頼れないってことを教えてあげようかい。では何が始まるんだ？何？これがカードバトルか。初めてのカードバトル。勝海舟と論戦をするんだな。論点。砂漠、上位、主戦。すべてにおいて、勝海舟と土方は違いますね、考え方が。勝海舟に勝てるとも思えないけど。カードは、5枚。バカ話をする。で、勝海舟もカードを持ってますよね、5枚。で、このカードを打ち合うわけだな。攻撃、土方。まずは話題。そうだなぁ。意見カードが7枚。まあ、でも、実質1枚しかないので、黒船来航について語り合いましょう。欧米列強は鎖国を続ける日本に対し、強大な海軍力を背景に開国を迫ってきた。ああ。これを投入。まずは、雰囲気を作ろう。バカ話をする。まあ、このバカ話、土方がね、落語を披露するんだな。何？笑ってくれた。ありがてえ。勝海舟はペリー来航主張。これどうすれば勝ちなのかもよくわからないけど、まあ、意見に応じておきます。どれをどう使えばいいのか。ペリー来航は4隻の黒船を率いて、ペリーが裏側に来航。そうですよね。そうだなぁ。持っているカードを見た場合、強弁なペリーの姿勢に関して、ちょっと意見交換しましょうか。軽く主張しよう。39、61っていうのは押されてるってことですよね、きっと。で、開国派の勝海舟は、貿易により利を上げることが国強兵になるよ、という話ですね。うん、がっつり削られたな。話題を変えない。このまま行く。特殊カードっていうのはカードの入れ替えができるのか。いや、ここは持ってるカードで勝負だ。国書を受領したことに関してどう思うか。勝海舟のその思いを聞きましょう。協力無比な外国船、ゼロになったら負けなのかな、きっと。
いや、勝海舟完全にこの一辺倒で来るな。貿易で利を上げることが富国強兵になる。この一辺倒しだな。いやいやいや、さっき聞いただろう。その話。勝海舟に押されている。さすがよ、勝海舟。列強進出の警敵。これに対し、強力。その黒船の攻撃力に対して、どう思うか。主張を行います。数字が大きい方がきっと勝ちなんだな。そういうことですね。数字の大きいカードを持っていないとダメだな。さあ、どういう形でカードを切るか。勝海舟は合計66。とても勝ち目がないぞ。このカードだと。特殊カード。カードの入れ替えを行いましょう。軽く主張するなどいらん。世間話もいらない。で、効果90、ペリー来航。これさっきも使った気するけど51でしょ？強く主張するを持っていないからどうにもならない。勝ち目がない。61だもんな。わかった。こういうことだな。話題は変えない。黒船来航について、ひたすら話をする。で、実力のないバッフ、36と10、46だな。これなら押し返せる。黒船の異様について。軽く主張しても勝てる。いや、勝てないぞ。いや、勝海舟強いな。これまた2削られるよね。尊王開国派の勝海舟か。ちょっと話題を変えてみましょう。といっても、黒船関係しかカード持ってないから、どうにもならないよ。蒸気船の高い機動力について軽く主張してみましょう。39でしょ？これだから勝つときと負けるときで、ま、負ける話題のときには捨てカードを使ったりとか、ま、そういう工夫が必要そうですね。で、ここで36でしょ？こっちの持っているカードが20しかないのか。強く主張を今更使ったところで勝ち目がない。いや、強かったね。勝つ回収は。ただ、カードバトルのやり方はなんとなく分かったので、これで次勝ちましょう。強かった。土方の国外思想が開国に変化。そうか。無念開国。無念開国になっちゃったな。勝海舟と出会ったことによってね、この土方の考え方が変わるっていうのは、まあ、ある意味では面白いですね。では、帰って寝ましょう、もう今日は。これ、勝海舟に弟子入りしたいぐらいだな。ではまたちょっと勝海舟のもと訪れましょう。いや、話題を集めなきゃダメだな。なのでしばらく街を徘徊していきます。何？小石川でですね、情報収集しているといきなり浪人が襲いかかってきましたので、これ戦いましょうと思ったら逃げ切りか。砂漠派というだけでいきなり切りかかられましたね。そういうこともあるんだな。
まあ、今よりもね、確実に治安が悪そうですので、今はね、いろんなところに行って情報を集めてます。で、勝海舟探してるんですけど、今勝海舟がね、いないんですよ。勝海舟になんとかね、リベンジをしたくて、いろんなところを巡っているんですけどね。情報カードは多ければ多いほど有利だというのが、勝海舟とのバトルで分かったので、できるだけ多く情報を、ね、集めておきたいかなと思います。まあ多分攻略サイトとか見たらね、勝海舟がよくいる場所はどこそこですみたいなのは、すぐにね、分かるのかなとは思うので、まあ必要に応じて、今後、攻略サイトも見ようかな。また来たよ。浪人たちが襲ってきたっていうこのパターン。人探しをして、尊王開国か、砂漠開国か、江川さんとかなんか話合いそうだ。まあ、ただ、いなかったですけどね。では、また情報収集して、勝海舟を探していきます。武市半平太。あとは、誰だろう。他にも、福沢諭吉とかいるな。ちょっと諭吉のところに行きましょう。いなかったか。諭吉がいたら諭吉のところに行きたかったな。ここ結構人多いですね。武市半平太もいないか。築地に行きましたけど、築地は結構人が多いですね。では他の拠点も巡っていなかったら、またしばらくの間は修行をしておきたいと思います。勝海舟見つけました。いるかどうかわからないですけど、勝邸にいるということだな。江戸の青山目黒に行っている。では青山目黒に移動します。行動力がなくなってる。ここに来て行動力不足か。残念だな。行けるはいけたね。で、人探し。行動力不足。やられたな。宿屋があれば宿屋で休んで、そのまま行きたかったけどいない。じゃあしょうがない。一度帰って寝ましょう。はい。青山目黒に勝海舟いるよって言われてきたんですけど、ちょっと見つけられないですね。残念ですけど。しょうがないので、まあ世間話でもして、修行に戻りましょうか。まあ、せっかくカードバトルを覚えたんで、山並さんとちょっとカードバトルをしてみたいと思います。カードはね、集めてきました。勝海舟には敗れたけど、山並さんには勝つ。まあ、完全に勝海舟と同じパターンですね。すべてのカテゴリーで相反するというのが、土方と山並です。強く主張するも持ってるし、これなら勝てる。カードもね、結構集めてきたんで、黒船来航、いいだろう。何？ペリー来航で47。結構、でかいカード切ってきたな、いきなり。では、こちらも、ペリー来航。鮮度53。あとは、持っているカードで、まずは先手を取ろう。強く主張する。これ、軽く主張するでもよかったかな。まあ、9押し込みましたね。話題を変えます。もうあまりいいカード持ってないからね。いやー、でも、他もカード持ってねえわ。まあ、ただ、一枚ずつ使っていこう。まあ、世間話をして、場を和やかにした後、さあ、どんなカードを、天柱の流行。57。でかいな、カードが。鮮度で勝負するしかない。
まあ、それでも38。こういう時はもう捨てで、負けるのを覚悟で、その、カードをね、強いカードを切らないというのも手ですよね。話題を変える。もちろん変えるよ。雰囲気作りをするカードがないなら意見を出す。いや、厳しいなぁ。47でしょ？山並さんがどれくらいカードを持ってるか。よし、山並さんカード持ってなかったな。黒船来航好きだな。40か。いや、そう考えると勝海舟がいかに強かったかというのがわかりますね。軽く主張するカードしか持ってないからちょっと勝てないね。まあ、黒船来航で話してもちょっと厳しいので、話題を変える。後部合体政策。34。まあ、ここは主張して44のポイントにして、山並さんが話題持ってるかどうか。持ってないね。よし。あとは、黒船来航で山並さんをいなしましょう。36でしょ？いやー持ってないわー。強く主張する、持ってない、軽く主張するしかカード持ってないからね。特殊カード、カードの入れ替えを行う。いらない、いらない、いらない。これで強く主張するを手に入れたので勝てる。こういうバトルだな。これで削った。話題を変えるも何も、もうカード持ってないからね。黒船カードが1枚だけ。まあ一応意見を出して14ポイントでしょ。まあ、軽く主張して終わりだな。山並さん、同じ、19、19も、二人とも話題がない。解散しろって話ですけどね。話すことがないならもう、解散しなさいなっていう話なんですけど。41か、もうカード持ってないぞ。いやー、もうカード持ってない。パスするしかないな。押し返された。雰囲気を作るカードもなし。パスするしかない。いやー、カードの数が足りないな。もっともっとカードが必要ですね。まあ、それとも一応山並さんに勝ちましたね。罰金強化。よし、カードバトルのやり方は分かりましたので、じゃあこれでカードバトルと学問と剣術とバランスよくプレイの方を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、何かイベントが始まったらそこからプレイの方を再開していきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。